どうも、シャーペンです。今回は5月4日に超級の白夜が降臨したんで、それについて、まあ、簡単に振り返っていこうかなと思います。初日降臨の感じで。というわけで早速、イグザイヤー。まず、クエストのコンセプトというか、内容ですね。登場ギミックは重力に加えて、ダメージスモックですね。まあ、踏んだらちょっと痛いやつ。2万ぐらい。で、あと、属性レーザーバリアですね。非属性のレーザーバリアなんで、水の攻撃が通る。有利属性のレーザーを通るよっていうもの。で、それに加えてハートなしなんですよね。パネルとかもないんで、全く回復手段がないんですね。まあ、ステージ移動か、回復アビリティとかそういうのを駆使しないと何もないよというわけですね。で、主な流れが、グレモリーとカシャにそれぞれドクロマークついてまして、これが、グレモリーが味方全員攻撃力アップのバフ。で、カシャは味方全員にバリア付与の効果。これが結構重要で、まあ結構バフもらわないとね、ちょっと硬いんで、もらって殴る。またちょっとバリア付与して、敵の攻撃防いだり、スモックのダメージを防いだりっていうのが、ただ、これ注意がありまして、バリアもらった状態だと、バフの効果受けれないんですよね。防いじゃうんで、バフを。まあ、なんで、順番は本当にこれ大事ですね。超重要。これ知らないと割とね、ちょっと負けることも多いと思うんで、あえてスモック踏んでバリア剥がしてから、グレモリー倒してバフもらうっていうのもあって、まあ、流れは本当にグレモリーからのカシャって感じですね。グレモリー倒す、バフもらう、カシャ倒す、バリアをもらう、で、ボス殴るって感じですね。ちなみにこれ同時に倒すとちょっとバフ早いんですよ。まあ、同時は OK ですね。いいっすね。まあそんなもんか、流れは。で、鉄製キャラは重力対応のみでいいですからね。結構鉄製は多かったですね。まあでもノストラ進化ですかね。これ殴り普通に強かったですし、バフなくても削れますからね。ちょっと卑怯すぎる。で、SS でね、回復もできるんで、完璧ですね。投げにもいいし、回復できるっていう、攻守ともに優れてる。他だと、ソロも進化、ソウルスティールで、これも回復できるんでね。1体倒す5点5000。SS でね、破壊力ありますし、非属性キラー耐性持ちの装備の進化とかですかね。壁ドンでも飛ばせますし、それと結構火力で押せる角槌とか、まあ、ドレインで回復できるパンドラ進化。で、今反射ばっかり言ってますけど、貫通でも、渡辺進化とか、ローズの重心化とかも普通に強かったですね。これ以外いっぱいいますし、まあ、AGB はね、必須ですけど、それさえあれば大体いけるって感じですね。で、運枠は、まあもちろんね、爆裂運極のニラカナマゲドン、アラミタは強いんですけども、まあそれと対抗してというか、ビオルとカミカとか、回復エースあって、あとアイゼンソウスケですね。今回のコラボの。カシャとか、まあ、侍出てくるんで、キラー入りますし、で、SS がこれ全回復ってのはね、ほんといいですね。持ち直せるんで。また静香ちゃんのランページ EL と回復ランダー SS も便利ですし、結構運枠も選択肢多かったですね。いない人はアイゼンか静香ちゃんが、おすすめです。ではそれとかひっくるめて難易度なんですけど、今回の周回するクエストでさらに運枠も必要だったんでね、難易度低いと言われてたんですけど、まあそれをさらに下回る難易度でしたね。思ったよりって感じで、一回クリアこれなんですけども、意外と周回していくうちにね、手順とかしっかり考えないといけないんで、負けるんで普通に。周回するってなると結構ちょうどいい難易度な気がしますね。難しすぎず簡単すぎずって感じで、多分難しいのはもうこれからゴーデスか近畿やれってことですかね。まあそれか次の一回クリアでいい超級曲がどうなるかわかんないですけども、とりあえず今回は本当にかなり優しかったですね。ポカポカでしたよ。で、しかも結構この難易度にしては性能も割といいんで、モンストとか用に2体作っておくのはありですね。で、モンストの日ありますからね、10日。まあ、その日にガッツリ回るのも OK ですし。いや、今回すごいね、とにかく優しかった。次の超級はどうなるんだろうか気になりますね。というわけで。よかったらコメントなんか皆さんのご意見お待ちしております。白夜、運極できた。難易度はこんくらい。鉄製キャラもっといますよとか、なんでもいいんでね。待ってます。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけると、こんな感じで、毎日もその動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していく、モチベーションにつながるんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。